また絵本の森に来てます。で今日はこの工場木帽子の株分けしたいと思ってるんですね。本当はもうちょっと早めにやった方がいいんですけど、気をつければこういう暑い時期でもできるんですよね。でまずちょっと安全を見て、ちょっと離れたところからスコップを刺して、それでこれを思いっきり刺したんですよね、下に。でちょっとこう上げてみて、一緒に上がるんだったらそのまま上げてもよくて、まだちょっと根がつながってると思えばもうちょっとこう深くもう一回周りをこう刺した方がいいですよね。じゃあ周りをしっかりこう切ったからゆっくり上げて、それで今実際に成長してるから根も当然動いてるから、優しくちょっとここで落とせる土を落として、せっかく頑張っていい土作ったのにこれ一緒にセットでこう出して、その土を捨ててしまうともったいないから、落とせる土はこう優しくここで捨てて、で今度はこの水の中で株分けします。こうやって少しずつこう土を落としながら分けるんですよね。で水の中でやると根は傷みにくいし、その雑草の根は結構目立つから、雑草をこう中からこう出すことも可能ですよね。例えば株の真ん中にタンポポが入ると、いくら上からこう手で引っ張ってもなかなか取らないんですよね。でもこうやって株ごと掘って水で洗いながら取るときれいに取れるんですよね。今これ本当に手の力で簡単に分けたんですよね。それでまた今日はちょっとたくさん作りたいなと思ってるから、今度この上の方で、この葉っぱの方で持たないで、この下の方で持った方がいいですよね。ここであんまり力入れると簡単にこの葉っぱはもう潰されてしまうから、下の方で持って、でちょっと折っただけでこれは取れたんですよね。でこの時に一番いいところだけ取っておいた方がいいですよね。弱い元気のないところ、ギリギリ生きてるようなところは植えない方がいいですよね。この株はまだ若いから元気ないところ全くなくて全部使ってもいいんですね。で一株が今1、2、3、4、5、6株になったんですよ。この株の隣の株がなぜか普通の木帽子に戻ろうとしてるんですよね。まだちょっとこうちゃんとこう綺麗にね、こう斑入りが入ってる葉っぱもあるんですけど、ほとんどの葉っぱはもう普通の工場木帽子に戻ってるから、これを掘ってそのちゃんと斑がこうしっかり残ってるやつとそうじゃないやつを分けようと思ってる。でこうやって水の中でやるとすごく分けやすくなる。で今この根を見てもらうと、この白い根はこの木帽子の根ですよね。この茶色いところはこの近くにある木の根ですよね。これはもう全然木帽子には関係ないですよね。やっぱり緑色の木帽子の成長は早いんですよね、こういう斑入りのものに比べると。だからこのままほったらかしにしたらこの綺麗な斑入りのところが消えてしまうんですよね。株分けした木帽子をここに植えようと思ってるんですよね。でこの木帽子は小さくてコンパクトなものだから結構狭い間隔で植えてもいいんですね。狭い間隔っていうのはもう自分の手ぐらいの間を空けて25センチぐらい、そうすると1年ぐらいあれば結構つながっていいグラウンドカバーを作ってくれるんですね。そうすると雑草取りも楽になるんですね。で今私がここでやってるのはちょっとこの土が硬くなってるから、ちょっとスコップをね軽く入れてふわふわな状態にしてるんですよね。こうやってこう葉っぱで軽く持って、こういうふうになるべくね深い穴を掘った方がいいですよね。
なぜかっていうと、この根を曲げたくないんですよね。根を曲げてしまうと、その曲げたところから腐ってしまうんですよね。 なるべくこう根が曲がらないように、こうやって葉っぱで持って少しずつ土を入れて、ちょっと深植えして無理やり土で葉っぱが立つようにすると、ギボウシは結構深植えが好きなんですよね。ちょっと深めにこう植えれば根元が涼しくなるんですよね。今使ってるスコップはこういう植栽にすごく向いてるんですよね。こう刺した後にちょっとこう出したい土を引っ張りながらもう一回刺すと土留めになるんですよね。あんまりここでダバッと土入れると根が折れたりすることもあるから、少しずつ最初はね。それからスコップを出して、まだ押してないんですよね。で今手先で押して、またこの周りにこう土をちょっとこう持って、で鳴らしながら逃げていく。こういう間のところを平らに しながら手の跡とか足跡とか消しながら手前の方に向かって逃げていくんですよね。ちょっとこの根に対して葉っぱ数が多いんですよね。でもうすでにこういうふうにふにゃってなってる葉っぱがあるから、これはもう取ってもいいんですよね。また新しい葉っぱを出してもらえばいいですよね。植えてすぐこの根元の方にたっぷり水やった方がいいですよね。分けた株の根はやっぱりちょっと少ないから、根が張るまで週に何回か水をたっぷりやってあげて、もし枯れた葉っぱあったら枯れた葉っぱを取ってあげた方がいいですよね。そうすると元気になってるかどうかっていう判断ができるようになるんですよね。そういう枯れてる葉っぱを取らないと元気になってるかどうかわからないんですよね。だからそういうもし枯れてる葉っぱあったら早めにそれを取ってあげて、それであとこの水やった後にこの周りにまたバーク堆肥か、腐葉土、完全にこの土が見えないような状態にこう敷いてあげれば、それはその水の蒸発も防ぐから、植物はそれでちょっと楽にもなるんですよね。あと見た目もすごく良くなるんですよ。今日の、株分けによってこの普通のギボウシに戻ろうとしてる株の動きもここで止めたし、無事にこの斑入りのギボウシを残すことができて、あとやっぱり何も植物が入ってないところに今度植物が入ったから、今後の手入れはだいぶ楽になるはず、雑草取りは楽になるんですよね。